アサカアニメティックナイト。CBC ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。地元名古屋出身のアニソンシンガーアサカです。土曜の夜、牧師とおたかつしてくれませんかね。今日のオープニングコールはこの方からリクエストいただきました。登場していただきましょう。どうぞ。はい、あゆみです。よろしくお願いします。お願いします。あれ、ちょっと思ってたのと違うな。あれ、私がオーダーしたのは、はい、あの告白風にお願いしますって言ったんですけど、あれちょっと、あれ告白の捉え方が違ったのかな、2人の間で。それは誰が誰に告白してるの？オタクが、うん、クラス人気ナンバーワンの女の子に告白してるっていう設定を自分で作りました。なるほどね。なんか告白ってこう、うん、ピュアな恋愛というよりかはちょっと、うん、私やっぱオタクだからか、なんか冴えない男の子が可愛い女の子に告白して見事に振られるっていう、そっちのイメージの方が強くて。そうなのか。ちょっと私はもうてっきり朝香ちゃんのこう萌えな感じの告白台詞が聞けるかなと思って楽しみにしてたんだけど。あれ、ちょっと求めてるものが違ってた。ちょっと聞きたいな、聞きたいな。私ちょっともう一回やります。じゃあ、土曜の夜、朝香とおたかつしてくれませんか？これもこれでどうなの？やっぱやってて違うなと思った。もしかしてちょっと違うかもしれない。そうだよ、かわいいよ、かわいい。告白ってどうして今回リクエスト、うん、あのですね、私がリリースしたリスターティングという CD の中にですね、はい、カップリングでラブレターという曲がありまして、うん、それにちなんでちょっと告白してもらおうかなと思ったんですけれども。ってことは、うん、さっきやり直したテイクの方が正解ではあったんです、うん、あのオタクじゃなくてね、かわいらしい。でもいろんな声が聞けて嬉しかった。よかったです。後ほどね、うん、CD についてたっぷりとお話していきましょう。あゆみさんと一緒に番組をお届けしていきます。お楽しみに。それでは土曜の夜の30分、朝香とおたか通信まいしよう。朝香アニメティックナイト。改めまして、今日のゲスト声優で歌手のあゆみさんです。はい、あゆみです。よろしくお願いします。あゆみさんは去年の1月にガールズバンドプロジェクト、うん、バンドリのポッピンパーティーを代表して出てもらいましたが、うんうんうん、はい、今回ソロの声優アーティストとしては初登場。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。2度目の出演ということで、ね、嬉しいです。なので改めてご紹介させてください。あゆみさんは2010年にテレビアニメ探偵オペラミルキーホームズで声優デビューされました。うん、2011年には歌手デビューし、シングル5枚、アルバム1枚をリリースしました。その後、声優として数多くの作品に出演。うん、先ほどもね、お話ししました。バンドリ、ポッピンパーティーの富山かすみ役や、アイドルマスターミリオンライブのジュリア役、うん、D4DJ、ピーキーピーキーの山手京子役など、音楽をテーマにした人気作品に特に多く参加していますが、ついに、この春、ソロのアーティストとしての活動を再スタートしました。はい、改めておめでとうございます。ありがとうございます。言われてみると、うん、本当にこう音楽にずっとこう携わってるんだな、うん、作品もそうですし。そうだね、ミルキーの時もやっぱ歌って踊ってってやって、うん、なかなか歌う、ライブをするコンテンツに関わることがそうですね、多いですね、うんうんうん、やっぱり普段こう声優やりながらも歌も歌ってらっしゃるから、うん、ソロアーティストデビューする時ってやっぱ、うんうん、まあ、再スタートではあると思うんですけど、うんうんうん、何か気持ちの変化ってありました？そうだね、やっぱ一人で歌うのはちょっとこう不安というか、うん、こういつもみんなと誰かしらと一緒にこうねライブしてるから、はい、一人になって心細いなみたいな気持ちはちょっとありつつ、あゆみさんの強みはやっぱギターを弾きながら歌うところだと思うんですよ。普通のアーティストじゃなくてギターも弾けるっていう、いや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 、もうなんかギターは結構バンドリとかアイドルマスターミリオンライブとかであのライブで披露させていただいてたんですけど、やっぱこのギターをきっかけに結構こう声優のお仕事が自分の幅としても広がったなと思ってて、はい、だからギターはどうしてもソロアーティストの活動の時に持ちたかったというか、そうすごい大切な存在だからこそ相棒として、うん、そうそうそう、ギターは持ちたいなと思ってました。ちなみにちょっと興味があるんですけど、うん、ギターってどれぐらいの周期で買い替えたりするんですか？うん、基本
一生ものなんですか？基本一生ものだね。あ、そうなんだ。うん、やっぱそのなんだろうね、年が経つにつれて音も響きとかも変わってくるから、はい、それはそれでこうその時の良さがあるというか、うんうんうん、でメンテナンスとかも入れつつ、あ、そっかそっか、そうそうそう、調子が悪くなったら修理してとかで、いろいろとメンテナンスしながら基本的には石を使っていくものかな。へー、うん、ギター弾けないから、うんうんうん、いつか弾いてみたいなと思う。ずっと思ってて、もうここ 2,3 年ずっと言ってます。ギター弾ける人に会うたびにマジギターやりたいんですよって。いいじゃない、やらないの？でもなんかアコースティックギターと多分エレキってまたちょっと違うんですよね、うんうん、あー、でも朝香ちゃんだったらどっちがいいかね。アコースティックギターかな。あー、でもそうか、コギの方が個人的にはどっちが好きなの？エレキの方がやっぱこうかっこいいですよね。かっこいいね。確かにね、見せ所が多い。朝香ちゃんは歌がパワフルだからね。なんか確かにエレキのサウンドもすごい似合うよね、きっとね。ちなみにあゆみさんは両方ともアコギも弾けるんですか？どっちもそうだね。今回あのリスターティングはエレキで、でラブレターではアコギでっていうふうにライブではパフォーマンスしてる。いつか作曲とかね。ねえ、できるのかな。なんかやったことないから。あ、一緒だ、私もやったことなくて作曲できるか分かんなくて、うん、そうなのよ。休みの日もじゃあギターをこうやって、うん、何かとその、まあ、ギターを弾くライブっていうのが常にあるから、うん、そのために結構な頻度で練習はしてるかな、うんうん、参考になります。でまたちょっとお話がらっと変わるんですけど、うん、あゆみさんヘビ飼ってらっしゃるんですよね。そう、飼ってるヘビのアニーちゃん。あ、女の子。兄ちゃん女の子、コーンスネークっていう種類で、はい、そう、もうね、飼った時はもうめちゃめちゃちっちゃかったんだけど、はい、もう今やもう両手広げた時の幅ぐらいはあるんじゃないかな。1メートル以上。いや、以上あるね、1メートル以上。すげえ、うん、そうなの。結構前から飼ってるんですか？もう4年。あー、4歳。5年、もっともっと。5年以上は。私すごいヘビとかトカゲとか好きで、うん、一回飼おうと思った時期があったんですよ、うん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 、でもやっぱ飼育方法がやっぱりちょっと大変、うん、ああまあね、で確かにね、まだ当時まだ中学生とか高校生だったんで、うん、あ、ちょっと難しいかもと思って、うんうんうん、餌のあげ方とかも結構特殊というか、うん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 、ただお皿にのせどうぞじゃない。まあ確かにそうだね、手がね、うん、踏んでるから、うんうん、でも意外と私個人的にはワンちゃんとか猫ちゃんより簡単なんじゃないかと思って、飼育方法が。これ私今犬2匹飼ってるんですけど、うん、なんかね、その餌の頻度とかも1週間とか2週間に1回でいいのね。あれ、そんな。そうだから排泄とかもさ、その頻度と同じで、でまあヒーターとか敷いて温度管理をしなきゃいけないけど、うんうんうん、その基本的にゲージで飼うからそこから出ることもないし、話し飼いするわけにもいかないですもんね。そうそうそう、だからね、そうヘビちゃんに関してはめちゃめちゃ簡単だなと思った、うん、もう一匹増やそうとかっていうのが。増やしたいよね。あ、増やしたい。打倒飼い。もうヘビの打倒飼いってさすがにその、ま、ケージとかって別に、同じケージには入れられない、まあ、そうですよ。そうなの、別にしなきゃいけないんだけど。そうですよね。そうそうそう、いいなぁ。やっぱりね、爬虫類好きだからね、動画をねひたすら見てる、 YouTube で。わかる、私もずっと見てます。うん、え、爬虫類の、爬虫類の動画見てます。なんかこうペットじゃなくて野生の、野生のなんかディスカバリーチャンネルにありそうな映像。そっち系だ。アフリカの壮大な砂漠でこうヘビが出てきて、いや、いいよね。でもね、かっこいいです。爬虫類ってなんであんなに、なんだろう、かわいいんだろうね。なんか私はその、かわいいなんだ。そうそうそう、ワンちゃんとか猫ちゃんを見るよりかわいいっていう感情が爬虫類に抱くだけどさ、なんかこうつぶらな瞳じゃん、みんな、うん、すっごい可愛いんだよね。かっこいいななんですよ。あ、かっこいいなんだ。なんかライオンは体も大きいからその分強いですけど、ヘビ、うん、って、うんうんうん、まあ長さは長いけど、うん、体積としては割とちっちゃい方じゃないですか、うん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 、なのに強い。もう一噛みでもロブスたちを倒していくっていう、うん、なんかロマンが詰まってる。確かに、うん、かっこいいと思って。かっこいいね。トカゲとかは可愛いなんですよ、うん、ヤモリとか可愛い。へえ、ヘビはやっぱりかっこいい。そっか、うん、あ、でも種類によるかもね。多分朝香ちゃんが見てるような多分大自然のワイルドないかついヘビはとか、そう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 、ほんとかっこいいやつです。そうだね、そっちはかっこいいになるかもね。あ、そっか、可愛いヘビとかそういるのか。いるいるいる、いっぱいいるよ。
かわいいヘビ。あれカエルも爬虫類ですか？カエルは両生類だね。両生類か。でもそういうのも見るの好きです。いやもうカエルもかわいいよね。カエルかわいいですよね。カエルめっちゃかわいいの。私もうその辺にカエルがいたら手ですくいたくなるぐらいめっちゃ好きです。でもその辺にいないよね、そんなにね。いないです。都内だとね。だからミュージックビデオを撮りに行くためにちょっとこう田舎の方に行くと、うん、たくさんカエルがいて、うん、いつもスタッフさんにダメだ毒持ってたら危ないからって止められるんですけど。確かに。でもヘビすごい可愛いからいつか飼いたいと思ってて。いやそうだよね。でもこんなにさこう共感してくれる人も少ないからさ。嬉しい。だってみんなオタマジャクシとか救ったでしょ手で。小学校の時。小学校の時はね。もう大人になったらお宝からやっぱ虫とかそういうの無理になる人多いよね。虫、カブトムシ最強ですよ。大好きカブトムシの動画とか。好きなんだ。幼虫からこう何ヶ月も、うん。かけて育てていく動画とかも見るのすごい好きです。そっか、なんか朝香ちゃんって小学生男子みたいだね。なんか言われて恥ずかしくなっちゃった。ヘビかっけーみたいな。カブトムシ好きーとか。虫触ろうぜ。でもセミはダメなんです。あ、セミはダメなの？それはダメなんだ。グロいですセミは。え？何が違うの？なんか他の虫と。フォルムがちょっとエグいんですよ。あれよく見ると、なんかこう全部があらわになってる模様とかすべて。うん、意外とね。確かにうるさいし、うん、すごく嫌なんです私。だから夏になると本当にセミで憂鬱です。カブトムシはかっこいいんだけど、うん、なんか全部その美味しいどこ取りされてるセミに泣くからっていうね、私の虫事情でしたけど。すいません、なんか私ばっかり語っちゃって。全然その虫 OK でセミダメのそのラインが分かんない。いや、いろいろとちょっとなんかね深い話してまいりましたけど、うん、ちょっとそろそろ本題の方に、ね、うん、よかった。あいみさんはですね、ええ、4月7日にシングル、うん、リスターティングをリリースし、キングレコードさんからソロのアーティスト活動を再スタートさせました。はい、ありがとうございます。いやもう改めてなんですけど、はい、まあ、ソロ活動のラストライブから6年、うん、そうだね、近く経っていると思いますが、当時とやっぱり音楽の向き合い方って変わりましたか？うん、やっぱりこう表現したいことがぐっと増えたなって思うね。うん、表現したいこと、うん、やっぱこうデビュー当時は歌を歌えること自体がもう幸せで、うんうん、アニソンを歌えること自体が嬉しくて、その事実だけで嬉しいし、歌うことで精一杯みたいな感じだったんだけど、そこからこういろいろと声優としても活動してきて、やっぱこう歌で表現したい伝えたいこととかがこう見えてくるようになったし、それがねこう歌詞とかで表現できるってこう気づいて、すごいなんか作詞にも興味がすごい湧いたし、うん、じゃあ当時は作詞は、うん、なんかね何度かやってたんだけど、そう3曲ぐらいかな。でも今回そうですもんね、ん全曲、うん、3曲とも作詞されてますから。そうだね、うん、気持ちがすごい。そうやっぱこう声優として活動していくにあたって言葉に触れる機会がすごく多くて、うん、アフレコとかキャラソンとかのレコーディングでもそうだけど、うん、なんかこう言葉で表現できることのその幅の広さというか、それにすごい興味が湧いて、なんか一つの感情をとっても日本語ってなんかすごいたくさんの言葉の種類があるじゃない？わかる、すごくわかる。私も歌詞書くときに、うん、英語で書くときよりも日本語で書くときの方がすごい頭悩ませるんですよ ね。言い回しがたくさんあるから。そうそう、選択肢がたくさんあってさ、うん、語尾をちょっと変えるだけでもその人の性格が変わったりするじゃない、うんうん、それがすごい面白いなと思って、はい、そうアフレコ現場とかでも監督さんとかその出演者のみんなと、このキャラだとこういう語尾の方が合うよねとか、うんうん、この感情を表すにはこっちの言い方がいいんじゃないとかディスカッションしてるときはすごい楽しくて、そうだからそういうのをやってきて、自分も言葉でいろいろ表現したいなと思って、うん、今回は作詞を頑張ってみました。はい、早く聞きたい。ということで、うん、歌詞にも注目しつつ、うん、アーティスト活動再スタートのシングルをね聴いていきたいと思います。はい、あゆみさん曲紹介お願いします。はい、4月7日にリリースしましたあゆみのリスタート曲になります。あゆみでリスターティング。あゆみさんが4月7日にリリースされたシングルリスターティングを聴いてもらっています。はい、元気になるんだけど、うん、A メロ B メロの歌詞がち
とやっぱ暗めというか自分のことあんま肯定していない感じがすごく伝わってきて、そうだね。まあこの A メロ B メロは結構そのあいみ自身を表してて、うん、そう結構ね、そんな風に見えない、いつもネガティブなのよ。そう、でこうなんか結構マイナス思考というか、でもそんな自分に蓋するんじゃなくて、そんな自分を受け入れた上で前に進もうと思って今回それを歌詞にしてみました。なんかちょっと気持ちが分かる部分もあって、基本ポジティブなんですけど、うん、ライブ前って本当に歌えるかなとか、うん、今日の調子どんな感じだろうってやっぱ本番が始まってからじゃないと分かんないじゃないですか。なんかこれがすごいライブ前の自分と重なるところが多くって、でサビでステージに立ってやっぱみんながいるから歌えるみたいなでポジティブになって、なんかちょっとこれめっちゃ推したいこの曲すごい好き私嬉しい。やっぱこう曲がね解禁されてから感想とかたくさんいただくんだけど、うん、やっぱ自分のことを歌ってくれてるみたいとか、そういう声がすごいたくさんあって、すごい嬉しくてこの歌詞にしてよかったなと思って、であいみにしか書けない歌詞って絶対あるなと思って、はい、やっぱそのネガティブな自分っていうのは確かにそのあいみだから、もうそこを包み隠さずに詞にしてみようと思って、そうだからこうあえて A メロの一番最初から一番ネガティブな言葉を持ってくるっていうのをちょっとやってみた。だって最初、うん、ダメだきっと初めからもう見ないふりしていたってなかなか歌詞の頭にこれぐらいヘビーなものを持ってくるって珍しいと思うんですよね。だからよりまあネガティブさも伝わるんだけど、サビに行った時のポジティブさがもう爆発する、映える。なんかこうやっぱ一番伝えたいことは、うん、あいみがネガティブだよってことじゃなくて前を向こうっていう、そうみんな頑張ろうっていうことを伝えたくて、うん、そうだからサビには一番伝えたいメッセージを入れてる、うん、いやきっとみんなにも伝わってると思います。伝わってるかな、ね、うん、この初回限定版にはこのミュージックビデオとメイキングがダウンロードできる M カードがついてきます。そうなんですよ、いつでもどこでも携帯であいみさんが見れる。そうなんです、今時だよね、すごい今時です。いや私びっくりした、 M カードっていうものがこのように、うん、ねえすごいコンパクトだし ね、しかもその M カード自体その絵柄もランダムで、あそうなんかコレクションカードみたいな感じで、すごいすごい楽しめるから、そうぜひぜひゲットしてください、ね、コンプリート目指して皆さん頑張ってくださいそしてカップリング、はい、他にも2曲収録されておりまして、そうなんです、まずは、うん、メイデイから。メイデイ、はい、これはまた最初のこのピアノの音がおしゃれで、うん、いやすごいおしゃれだよね。おしゃれですよね。そうなんですよ、なんだけど、まあ、そのロックサウンドもちゃんとしっかりあるし、あいみさんのその個性がすごく輝いている曲だなと思いました。ありがとう、嬉しい。これあいみさん作詞されてると思うんですけど、うん、どんな気持ちを込めて書かれたんですか。はい、これはですね、もうリスターティングと打って変わってというか、もう結構内向的な歌で、うん、誰にも言えない悩みとか叫びを表現した、うんなんですけど、でもその、まあ、歌詞はすごいね重かったり暗かったりするんですけど、はい、それによってこう同じような感情を抱く人の救いになったらいいなっていう希望を込めてます。あ、僕だけじゃなくて、うん、あいみさんも思ってるんだこういう気持ちっていう、確かになんかそういう共感性とか親近感って歌にすごく必要だと思うんですよね。みんなが共感できないことをただ歌詞に綴っても、曲ってやっぱ伸びないし、なんか広まりづらいなって。あいみさんはこうみんなの気持ちを代弁するシンガーそうなんかだなって、あの YouTube でもそのミュージックビデオがねその公開されてるんですよ、アニメーションの、はいはい、そのコメント欄にその言葉にできなかった自分の感情を歌にしてもらってるみたい、みたいなコメントがあって、そうなんかやっぱそのモヤモヤとかその苦しみ痛みって、やっぱ誰にも言えないから言葉にすることもないじゃない、確かにもう心の中で終わっちゃうんですよね。しかも消化不良でモヤモヤするし、そうそうだし、その泣きたくても泣けないと思うのよ、そういう時って、うん、その泣ける場所とかもなかったりすると思うんだけど、うん、だけどこの曲を聴いてこれがきっかけでその感情を全部解放して泣いてくれたらいいなと思って、うん、そ
そう、やっぱ泣くことでストレスとかも解消できると思うし、この曲で救われてる人たくさんいると思いますよ。なんかそんな救いの曲になったらいいなという願いを込めて詩を書きました。はい、はい、続いて3曲目に収録されているラブレター、こちら切ない、失恋ソングになってて、失恋しちゃいましたねこれね。ちょっとね、まあ、ストーリーを考えて、まあ、こういう登場人物かなみたいな感じで、はい、ね、まあ、その2人の叶わない恋愛を歌った曲なんですけど、はい、まあ、でもこの曲はその曲を先に選んで、で絶対失恋ソングの歌詞が合うだろうなと思ってこういう歌詞にしてみました、うん、はい、歌詞も相まってだと思うんですけど、うん、サウンドがまた付き合えるんじゃないかなっていうちょっと可能性が込められてる気がして、うんうん、なんかよりだからすごい切なくなっちゃう。なんか生まれ変わったら二人でいようよと言いつつ、できたらちょっと現世でもお願いできないですかねみたいな、ちょっとそういうね、本当はそうなのよね。そう、それが音になんかちょっと感じちゃって、私はかないな、まだね、そう、さよならと言いつつも本当は一緒にいたいよねっていうね、っていうなんか本心が歌詞からも音からも出てて、これライブでマジ聞きたいですそう、これちょっとねライブでだいぶその音源と印象変わるかなっていう。これ最初にアカペラから入ったら私も泣いちゃう、うん、おなんかアカペラライブプロデュースじゃないしちゃったけどこれ本当に、アカペラでやってみようかな、あさかちゃんの。これめちゃめちゃ良かったです。全曲やっぱり作詞をされてるからか、まゆみさんが伝えたいことっていうのがすごい声からにじみ出てて、うん、心になんか溶けていく嬉しい感じがすごくしたので、うんうん、ぜひ皆さん本当全曲神曲です。特にリスターティングアンマー推し推し推しですもう再スタートにぴったりなシングルだなと、うん、ぜひ皆さんもねお手に取ってみてください。よろしくお願いいたします。あゆみさん、その他にもお知らせがあるそうで、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、先日ですね、このリスターティング発売を記念した生配信がありましてですね、そちらのアーカイブがなんと4月18日23時59分まで YouTube で見られるようになっております。でこちら無料で3曲、リスターティングとメイデイとラブレター初披露しておりますので、うん、ぜひ皆さんそちらのライブ映像もご覧ください。はい、そしてですね、次のシングルのリリースも決定しました。また早い、すごい。タイトルはカザニア、7月28日リリースで、テレビアニメ現実主義勇者の王国再建記のエンディングテーマになっております。はい、こちらのアニメ、私あゆみもカルラバルガス役で出演させていただきますので、ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。いずれも詳しい情報やその他あゆみさんの最新情報はオフィシャルホームページや公式ツイッターをご覧ください。お願いします。さてさて、あゆみさんとはそろそろお別れの時間が近づいてきましたが、はい、アーティストのお話できたのも良かったし、うん、前回来ていただいた時に、うん、プライベートなちょっとこう深いところにってお話できなかったので、そうだね、今日ヘビとかの話聞けてすごい嬉しかった。いやー、もうなんかね、その朝香ちゃんとまたこうやって話できたのも嬉しいし、うん、前回来た時に朝香ちゃんがその収録回ってないところで、そのあゆみさんがソロでギター弾いて歌う姿見たいですっていう風に言ってくれてたんですよ。そう、だからそれがすごい嬉しくて、再デビュー決まった時、私思わず関係ないのにリツイートしようかなと思っちゃいましたもんえーと思って、私の夢が叶ったそう、あさこちゃんがね言ってくれた後にそう決まったから、はい、そう今回のね再スタートが、そうだからすごい、あさこちゃんすごいと思って、またこれからライブとかで皆さんの前で歌うことも多いと、うん、増えていくと思うので、うんうん、私もその見る側の一人になれるようにああ尊いわ嬉しい、朝香ちゃんにオタクしてもらえるように頑張ります。これからも頑張りますでは、はい、あゆみさんの方から最後にリスナーさんのメッセージお願いします。はい、リスターティングはもう胸を張ってお届けできる最高の一枚になりました。ぜひカップリングも合わせて3曲全て楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。改めまして、あゆみさんのアーティスト活動再スタートのシングルリスターティングは好評リリース中です。皆さんチェックよろしくお願いします。ということで今日のゲスト、あゆみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あさかアニメティックナイト、改めましてこんばんは、あさかです。あゆみさんが本当に心の中で思っていることがすごい分かったなって
お話をしてて思いました。また改めて家に帰って歌詞見ながら曲聞きたいなと思います。ということでここで私の曲も聴いてください。朝香で Kill Me One More Time。 聴いてもらったのは朝香で Kill Me One More Time でした。ここで朝香情報。去年11月に開催した朝香ワンマンライブ2020エラの模様を収録したブルーレイが好評リリース中です。みんな見てくれたかな。また朝香とアパレルブランドリバティエイジさんとのコラボアパレルを受注受付中です。パーカー、 T シャツ、そしてネックレスをそれぞれ5色展開で、販売しております。受注締め切りは4月22日木曜日23時59分まで。ちなみに朝香もね、ちょっとラジオだから伝わらないと思うんですけど、ネックレスをつけてます。毎日ね、受注締め切りが終わるまでアパレルコラボの商品を何か身につけながら生活するという生活を送っておりますので、ぜひその模様はブログで確認してください。ということでぜひ一緒にお揃いの服、ネックレスつけましょう。ぜひお申し込みください。いずれも詳しい情報はアスカの公式ホームページやツイッターをチェックしてください。今日はあいみさんと一緒にハッチソのことも深く話せたし、プライベートのことも話せたからよかったな。やっぱより一層ヘビってやっぱいいなって思った。まあヘビ飼う日が来るんでしょうか。ちょっとプーマロがいるからね、どうなるか分かんないんですけど。ということで来週は去年放送されたテレビアニメ魔王学園の不適合者のエンディングテーマでメジャーデビューした声優で歌手のくすのきともりちゃんがスタジオ初登場です。お楽しみに。それじゃあ来週も朝香とおたかつしよ。しゃー、僕はキングコブラだ。しゃー。